こんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日の動画は、今度私コンサートがあるんですけれども、そのコンサートで演奏する曲を練習していきたいと思います。その練習を皆さんに見ていただきたいなと思います。で、どんな曲かっていうと、ジャズスタンダードの曲で、Up Jump to Spring っていう曲があるんですね。フレディ・ハパードっていうトランペット奏者の曲なんですけれども、このまあ俗に言うなんか黒本って呼ばれてるやつ、これにのこれいっぱい曲が載ってるんですけど、ジャズスタンダードの曲が載ってるんですけれども、この中にあるこのね、アップジャンプとスプリング、まあ春のコンサートだしスプリングって入った名前のものをやろうと思って、三拍子のねすごい綺麗な曲です。あのオリジナルの音源、フレディ・ハバードの音源にもサックス奏者の方が多分持ち替えでフルート吹いてるんですけれども、すごいそれもいいので、よかったらあのぜひ聴いてみてください。このねアップジャンプとスプリングをさらっていきたいと思います。で、私まだまだジャズ初心者、まだ3年ぐらい学んで、まだまだ初心者なんです。全然慣れなくて毎日ちょっとずつ練習してるんだけど、あのやっぱりそんなにすぐには上手くならないなっていう感じです。まだまだ、旅は始まったばっかりっていう感じで、まあ伸びしろしかないからね、楽しみなんですけれども、まあそんな私がどうやって、ビギナーの私がどうやって練習しているかっていうのをちょっと皆さんに共有したいなと思います。興味のある方は最後まで見ていってください。こうクラシックを勉強するにもすっごい役立ってます。はっきり言ってジャズやってよかったなって思うことばっかり、クラシックに、おいても置き換えても、あの音楽の構成だとか、その和声進行だとか、どういう音を使ったりとか、そういう作曲っていうか分析する面でもクラシックに大いに役立つことが多いし、むしろその私たちのフルートっていうのは旋律楽器ですから、コードっていうかな、その和声を考えながら演奏するっていうことにかけがちなんですけれども、ジャズを学ぶにおいてはそれをしてたら何をやってんだかっていう感じになるから、それはもう絶対和声進行学ばないと。なのでもうプラスにしか今のところ働いてないんです。全てを見渡した時には絶対プラスになってるなって今のところ感じてるし、これからもそんな感じがするから楽しくて続けてるんですけれども、でアルペジオのね今日は練習を しようと思います。だからクラシックを勉強してる方もアルペジオをやりますので、もうコード進行とか和声感とかそういうものも入れたらね、本当アルペジオ指の音の練習だけじゃなくてそういうことにもつながるから、ということでアルペジオをやっていきたいと思いますので、アップジャンプとスプリングの曲を使ってアルペジオの曲を練習していくっていう動画になりますので、よかったら最後までご覧ください。でジャズって、リードフっていうなんかこうメロディーだけが書いた、テーマだけが書いた楽譜があります。この黒本に載ってるこれね、これがリードフって呼ばれるもので、でこのテーマを吹いた後に各奏者が、まあ、あのソロって呼ばれるアドリブ部分を演奏するんですね。まあその各奏者って言っても別にあの全員じゃなくても一人だけだったり、もします。それはあのそのバンドで決めたりするんですけれども、セッションとかだったらまあいろいろ回したりするけれども、あのそのアドリブ部分っていうのがまあ言ったらその人がどういうふうに、なんていうのかな、プレゼンテーションしてくれる、料理を出してくれるのかなっていう部分に醍醐味、そのジャズの醍醐味になるかなと思います。でまあクラシックとか吹奏楽とか、あの書かれた譜面をそのまんま演奏したら、まあその作曲家の曲になる、作品になるじゃないですか。でもジャズっていうのはそのリードフっていうメロディーがあって、メロディーを吹いて、メロディーの後にアドリブ料理をして、自分のプレゼンテーションをして皆さんに味わっていただいて、またテーマにを演奏して終わるっていうのが、まあ、一連の流れですね。あのジャズスタンダードにおいては。でそのアドリブ部分っていうのが私からしたら何も白紙なわけだからコード譜だけが渡されて、で
そこが本当に難しくて、でどういうふうにやったらいいかなっていうふうに、学びたいなと思ってレッスンに通ってるんですけれども、ちょっとメロディーだけ吹いてみたいと思います。カラオケに乗せて吹いてみます。操作のアドリブ即興部分になるところなんですけれども、こんな可愛らしいメロディーです。でこれはまあ譜面があるし、まあアンプもできるし吹けると。でその後のこのアドリブの部分っていうのをどうしたらいいかっていうことなんですけれども、それをどうやって練習していくかっていうことをレッスンで習ったので、ちょっとやっていきたいと思います。今日はアルペジオの練習をしたいと思います。じゃあ同じこのプレイアロングに、カラオケに乗せてアルペジオの練習をしたいと思います。各このコードのコードトーン、構成音、コードの、何の音でできているかっていう音をアルペジオしていきたいと思います。例えばこの B フラットメジャー7って書いてるコードトーンは C のフラット、レ、でファ、でラ、シレファラ、C のフラットっていうのが、まあ、コードを構成している4つの音です。 B フラットだけ書いてあったら C フラット、レ、ファって3和音なんだけれども、ジャズとかってだいたい7、7がついた4和音が多いと思います。からこの場合は B フラットメジャー7で C フラットレファラっていうことになるんですけれども、これをアルペジオでっていう風にして、練習したいと思います。多分昨日ちょっと練習したので、多分コードは頭に入ってると思うから、楽譜を見ないで、コード譜を見ないで、カメラに向かって間違えずにできるかチャレンジしてみたいと思います。では行ってみます。同じテンポでいきます。ちょっとゆっくりめ。ごめんなさい、ちょっと音がちっちゃかったです。もう少し大きくしていきます。
間違えました。で、Cm7 のところ多分 Gm って吹いたかなと思いますが、今はルートコン音から357っていう風に上がりました。 C フラットレファラコン音357、これを逆に753ルート753コン音っていう風にして吹いてみたいと思います。もうちょっとだけテンポを落とさせてください。できそうにない、間違えた。あ、早速間違えた。もう一回 C マイナー、間違えましたか。これが間違えずに絶対止まらないでできるようになるまで練習しないといけないと思います。まだ少し練習したいと思います。じゃあ次は今1357、そして7531、2パターンやったんですけれども、次は3517、だからシレファラだったらレファシラ、レファ、C フラット、ラ、B フラットメジャーセブンスだったら、レが、3、5、ファ、C フラットがルート1、で、7、ラっていう風にして、3、5、1、7の、アルペジオで練習していきたいと思います。リズムは同じです。もう少しテンポをゆっくりします。
ふうに3、5、1、7の、度数で、アルペジオを練習しました。もちろん音の練習、リズムの練習、アルペジオの練習、そして行動を追いかけて頭の中でやる練習。まあ私が間違えてるのはコードが先に浮かんでないっていう、追いついてないっていうか、まあもう少しテンポ落としたらできるかもしれないんですけど、とりあえず今100で止まらずにっていうことを今日また残り、まだ昼ですけれども夜にかけて練習していきたいと思います。多分まあ毎日1時間ずつぐらい練習したら 4,5 日で多分覚えられるかなと思います。まあ苦行っちゃ苦行ですけど、まあできてきたら結構楽しいし、まあ、集中力要するので、私は大概元気なうちに、まあ、夜やるともう本当疲れてるから、朝起きて元気なうちにやったり、まあ、行動練習できない時なんかはまあイヤホンで聞いたりとかして体の中に行動を入れて思い浮かべながらっていうことをやってるかな。まあ、あの鍵盤楽器があれば、ピアノとかね、キーボードがあれば押さえて覚えるのが一番早いかなと思いますが、まあ、いかんせんフルートを演奏する上でですね、やっぱり、うん、コード進行、やっぱ大事ですので、っていうことを、やっぱりジャズをやり始めて、改めて、もうもちろんね、アルペジオとかスケールっていうのはすごい大事っていうのは分かってたつもりだけれども、より一層こう強くなったっていうか、より一層クラシックを学ぶにおいて、なんか見えてきたっていうか、そんな風に思いますので、アップジャンプトゥスプリングのコードに乗せてアルペジオをちょっと練習してみました。もちろんこれでスケールも練習しなきゃいけないし、たくさんやらなきゃいけないことがあるんですけれどもね、ジャズっぽく聞こえさすにはもう少しいろんな練習があるんですけれども、今日はちょっとアルペジオの練習を、まあ、初心者ビギナーのジャズ歴まだ3年の私がさせていただきましたけれども、よかったら皆さんもやってみてください。これからもこういう動画いろいろちょこちょこなんか上げていけたらなと思いますので、もしあのジャズやってるよっていう方いらっしゃいましたら、仲間が欲しいので、あるいはジャズ私もやってみようかなっていう方いらっしゃいましたら、仲間が私欲しいですので、一人だとね、もう結構あのやっぱりね、仲間大事、あの励まし合いながら、あの苦行だから、うん、だからあのそういう方がいらっしゃいましたらコメント欄でお知らせください。また、いいねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回。